日本北海道札幌市西区宮野沢宮野沢は、北海道札幌市西区にある地名、道区内の北西端に位置する、旧国道5号の両側に広がる地域である。1871年、仙台白石藩の藩士たちが北海道に集団移住し、白石村の基礎を作った。しかし、翌百七十二年、三木つが率いる52個四十一名は、 再移住を試み、ハッサム村に入植。これを機に分尊が行われて、テイネ村が誕生した。彼らは、中の川の騒ぎに上、え、テイネ神社の前身となる少子を祭り、その周辺は、宮の沢と呼ばれるようになった。1882年、大技、三村製の施行により、テイネ村が三区分された時、宮の沢は、大技城をテイネ村の一部とされた。 1942年の阿ザメ改正により、この大阿ザはなくなった。1951年には調整が施行され、所属自治体が手稲町となる。その後、手稲町東部地区の中心は手稲東に移り、また西野への移住者が増えるにつれ、宮野沢は周囲の発展から取り残される形となった。しかし1967年3月の札幌市との、 合併から10年を経る頃には、宅地化が急速に進行した。西区から手稲区の分区が行われた1989年、それまでの手稲宮の沢という町名は廃止され、西区側は宮の沢となり、手稲区側となった地域は西宮の沢となった。1999年、札幌市営地下鉄東西線が延伸され、終点となる宮の沢駅が設置された。 総務省、総合通信基盤局電気通信事業部電気、通信技術システム化番号企画室、市外局番の一覧。総務省、P1、2016年5月4日閲覧。ABCDEFG、札幌地名校、P124ABCD 片岡2012、P322、札幌市廃止町名札幌市手稲区手稲の、町の案内番。 ありがとうございます。